ファイヤー通りは東京渋谷の丸い渋谷店付近から、岸記念体育会館に通じる道についている愛称である。神南一丁目交差点の前に立つ丸いシティ渋谷店。この写真では、左側が渋谷公園通り、右側がファイヤー通りとなる。所在地は東京都渋谷区神南一丁目であり、南側渋谷駅方面は、 丸石部屋店あたりに始まり、北側、原宿駅方面は岸体育館付近に終わる、全長約600メートルについている愛称である。この通りの周囲には、代償様々なファッションビルや公共施設がある。ファイヤー通りの通称は、通り沿いに消防署があることに由来する。この愛称は、 自然発生的にできたものであり、渋谷が若者文化や流行を象徴する街として、一般社会に認識されるようになった1980年代頃には、ファッション雑誌の案内地図に記載されるなどして、知られるようになった。正式名称ではないことから、媒体によって、ファイヤーストリート、またはファイヤードーやファイヤーストリートなどと表記されることもある。大型複合店のファッションビルや、 セレクトショップと呼ばれる中小規模のブティックやテナント、各種の公共施設などが数多く立ち並んでおり、渋谷を象徴する道路の一つとなっている。以下、南側から北側へ向かって、立地順に代表的なランドマークを挙げる。タワーレコード渋谷店。通称、タワレコ。道路に面したスタジオは、FM 放送の音楽番組などでも利用されている。電力館。 ファイヤー通りのちょうど中ほどに立つ三角形で構成された大きなガラス壁面が特徴。下記の渋谷区の町名一覧も参照のこと。ありがとうございます。